私から愛して、ね、娘がお父さんを救った。これほど、ね、嬉しいことないよね、父として。娘に救われた。他人に救われるよりも、自分の愛する娘に救われた。もうこれは最高ですよね。で、まずそれ一つ。で、感謝しかないということに気づいた。この感謝というものを大きく分けて二つに分ける。一つは、自分の父、育ててくれてありがとう。産んでくれてありがとうという、普通の父に対する感謝があります。今までお父さんに育ててくれて、いろんな愛を受けて、それで お父さんの良さが分かって感謝する。これは人間心の感謝。もう一つの感謝は、もうそういうこと全部抜きで、宇宙の法則に感謝。この宇宙の地球、宇宙があり、地球があり、そして先祖があり、そして父があり、母があり、そして自分がいる。そしてその絶対法則。その中で生かされている自分。その全部の宇宙の中で生かされている。感謝というのは、そのままで、それをそのままでありがとうということ。何々してくれてありがとうじゃない。何々をしてくれようくれまいが私たちに分からない世界があるわけ。だから、何々をしてくれてっていうのは、ありがとうっていうのは分かったことだけに感謝してるってことです。でしょ。分からないことがもう膨大にあるわけ。その何百万倍もあるわけ。だからそのままで、すべてそのままでありがとうって受け止める。その瞬間に全部が手に入るわけ。そういう宇宙の法則への感謝と人間心の感謝があると。その二つ合わせたときに、ね、とてつもないそういう奇跡が起きる可能性があるわけ。